不意に振り向いた彼女と目が合った。いつもならすぐに目をそらす彼女が、今日は私をまっすぐ見ている。思い切ってそばに行ってみた。今日の彼女は、私が近づいても逃げない。私が近づくのを待って、窓の外を見た。私も、彼女の横に立って、窓の外を見た。雨の匂いがするね。お母さんお迎えに行く？私の言葉に、彼女が空を見上げた。赤い傘と黄色い傘を抱えた彼女が私の前を歩く。彼女はお母さんを迎えに行くのだ。でも、本当のことを言うと、彼女のお母さんはもう亡くなっていて、この世にはいない。昨日まで、彼女は意もしないお母さんを迎えに行くと言って聞かなかった。私はそんな彼女を叱り飛ばしていた。もうあなたのお母さんはいないのよ。死んじゃったの。いい加減わかってくれない？私の言葉に耳を塞ぎ、いやいやと首を横に振る彼女が泣き出してこのやりとりは終わる。私は彼女に分かってもらえない苛立ちと彼女を泣かせた自己嫌悪で胃が痛くなる。泣きたいのは私の方なんです。と、新しく来たばかりの若い先生に私は訴えた。ドミノ倒ししたことあります？は？ほら！じゃーん！先生？私が真剣に相談してた時にドミノ並べてたんですか？はい！椅子に座っているはずの私は立ちくらみに襲われるのを感じた。正面から見るとこの2列のドミノ同じように並んでますよね。はあ。私の思惑などお構いなしに話しかけてくる先生を私は目を細めてまじまじと見た。目の下にクマがあってもお肌がピチピチしているなんて、やっぱり若いんだな、この先生。いや、若すぎるんだ。突拍子のないことを言わない若くない先生に担当変えてもらおう。では、立ってみてください。はあ？はい、起立。ピ
チピチ先生は楽しそうに号令をかける。のろのろと立ち上がった私の目に、並べられたドミノの全容が見えた。正面から見たら同じように見えますが、上から見たら違いがわかりますよね。先生は2列のドミノの手前正面を指でトンとついた。短い方が彼女、長い方があなたです。同じ今を生きていても、彼女がいる時の場所は、あなたがいる時の場所と違うところなんだと思ってください。彼女は今74歳ですが、心は少女の頃、お母さんが生きている時の場所に戻っちゃったんですよ。あなたは、彼女のお母さんは死んだと事実を伝えようとしたかもしれないけど、それは彼女にとって真実じゃなかったんですね。それから、彼女はあなたを嫌ってはいませんよ。ただ大声を出す人が怖いだけなんです。見てない風景を見てたでしょうと言われて、混乱してるだけなんですよ。私が見ている彼女は74歳の老人だ。でも、ここにいるのは少女だと先生は言う。痩せて少し猫背になった白髪の少女だ。短い方はどう頑張ったって長い方に合わせられないけど、長い方は短い方に合わせてあげられるのが素敵じゃないですか。赤と黄色の2本の傘を抱えた彼女はベンチの真ん中に腰掛けた。私を見つけた彼女が少しお尻をずらしてベンチをトントンと叩いた。どっちがお母さんの傘、彼女が赤い傘を見た。黄色い傘があなたの傘、彼女がコクンとうなずいた。私ね、彼女が話し始めた。私ね、大きくなって結婚したら専業主婦になるの。私の子供には私みたいに寂しい思いさせたくないから。私のお母さんね、ずっと働いてたけど私寂しくなかったよ。本当？偉いね。お母さんが私のこと愛してるっていつも言ってくれてたから。いいなあ、私のお母さんも私のこと愛してくれてるかな。
彼女が私を忘れるということが信じられなかった。隣で食事をしているのに、どちら様と聞かれる。混乱は悲しみに、悲しみはやがて怒りに変わり、私は彼女の行動を監視し、問い詰め、今まで通りの生活に戻ることを要求した。だって、今までできていたことができなくなるなんて、それを認めたら、彼女が本当に認知症の人になってしまう気がして、怖かったのだ。でも、ピチピチ先生のドミノのおかげで、ようやく気持ちが吹っ切れた気がする。私が認めようが認めまいが、彼女は私を忘れてしまった。それが事実だ。でも、私の真実は、彼女の事実と違っていいはずだ。きっと、あなたのお母さん、あなたを愛してるよ。私の言葉に、彼女が頬を上気させた。本当？うん。だって、お迎えに来てくれる素敵な娘なんだもん。私だったら自慢しまくるよ。だったらいいな。嬉しいな。彼女は本当に嬉しそうに、空を見上げた。雨、降らなかった。よかった。帰る？私の声に、彼女がコクンとうなずいた。そして思い出したように、彼女が私に聞いた。あなたも、お母さんのお迎えに来たの？私は心の中でつぶやいた。あなたが思い出さなくても、私はあなたを覚えてるよ。お母さん、何度だってお迎えに来るからね。抱きしめ